3杯パワーを与えます。龍神様の目の前にやってきました。大迫力です。やばい、すっごっ、めっちゃ綺麗。はいさーい、タチャです。せーの、タチャナル Vlog です。よろしくお願いします。今回は江ノ島に向かっております。イエーイ。江ノ島大橋、今ね渡って、江ノ島神社とかね、いろいろ観光スポットに行こうかなって思っております。めちゃめちゃ風強い。江ノ島駅から歩いて20分ぐらいですかね。江ノ島神社、そろそろ見えてきました。この辺りです。龍神様お会いしに行きます。そんな感じで江ノ島神社にレッツゴー。たちゃなる Vlog。 江ノ島、江ノ島、喋らないんかい。夜のねライトアップ前回見れなかったので、そこを含めてね今回、夕方を選んで夕方に来てみました。楽しみです。富士山かな。空もとっても綺麗。変な雲。海に向かって雪が降り積もってあげる。ちょっと邪魔だね。389m ある江ノ島の大橋を今渡り切りました。江ノ島神社、江ノ島神宮第一の鳥居くぐってまいります。こちら江ノ島のね神社の目の前ら辺にある、湘南デニムストリートでございます。デニムのね、素材を使った洋服やら、まさかのソフトクリームや肉まんまでデニムにしちゃう。青いこっちは6月8月ぐらいに1回食べに来たので、その写真がこちらです。そう、とっても美味しかった。だからこっちに来た時は食べてみてください。食べてみてください。デニムの洋服めっちゃ可愛い。見えてきました。日本三大弁財天様が居座る江ノ島神社でございます。タチャが一番好きな神社でございます。待ち受けにしてるぐらい。そうだね、パワーがえげつないからね。パワーもらっていきましょう。画面越しでもお参りしてね、パワーもらえるみたいなので、画面参拝パワーもらえます。行くぞー。こちら随心先には龍の彫刻があります。その彫刻がこちら。かっこいいですね。前回は歩いてなかったんですけども、疲れちゃうので今回はズルしてエスカーに乗ります。エスカーは料金がかかりますが、上までは楽々で行けるので、足腰が弱めの方や、お子様ご高齢様の皆様におすすめでございます。レッツゴー。たちゃなる Vlog。 かっこいいね。かっこいい。僕は到着。めっちゃ楽。着いたー。早速何それ。水晶に龍が巻きついてるネックレス。やばい。やばない。聖なるネックレス。幸福運、出世開運、金運、財運、引き寄せ運、上昇の力を秘めていると思います。買うしかなくなる。龍造ガチャコとして底をつける。底をつける。そしたらこの回ってる最中、龍のご加護を得られるかもしれない。わあ、いいなー。龍神水晶お守り買ったった。かっこいい。バリかっこよくない？いい感じ。うん。あ、いい。存在感抜群。江ノ島信者って書いてる。いいね。かっこいい。これで参拝してきます。なるは龍神鈴守りを買いました。かわいい。音がめっちゃいいの。めっちゃ綺麗な音するね。浄化される。カバンにつけるか。カバンにつけます。どう？可愛いね。可愛いね。光ってる。かっこいい。これで守られるね。守られます。それでは参拝続き、レッツゴー。特別公開をしているちょっと有料の施設でございます。200円払えば中見れますので、めちゃめちゃ良かったからこっちも他所から見てほしいな。宇都宮でございます。今4時過ぎてるのでちょっと閉まってますが、猫ちゃんお出迎えです。夕日が見れるいい時間帯だった。あ、綺麗。逆光パラダイス。逆パラ逆パラしてます。綺麗。わー、伝えたいんだけど。わあ、めっちゃいいね。捕まえる？捕まえた。捕まえた。でっかいね、勇気。え、まずない。わあ、綺麗すぎる。綺麗すぎるな。すごい。多分あれ富士山なんです。あ、あれ富士山？やばいな。夕日を見ながら散ってます。言うと思った。最高だね。江ノ島住みます。レゼンタチャな江ノ島住みます。タチャなる Vlog。 シーキャンドルで夕日を見てね、散れてたんですけど、奥津宮と岩屋の龍が住んでる洞窟の方が、5時まで拝観可能ということで、今時刻がなんと4時半でございます。間に合うかな、ちょっと不安なんですけど、まあ、4時40分、5時までに洞窟間に合うでしょうか。ちょっとなるちゃんが体力的にきついのかなと思って、奥で待たせてて、ちょっと他チョコが一人で走って、頑張って行ってきます。迫力すごい。かっこいい。すごい。ありがとうございます。もうすぐいただきました。の洞窟の奥にある江ノ島神社発祥の場所でございますね。なんか榊とかシーサーみたいなのが祀られています。これもありますね。めちゃめちゃ雰囲気感じの洞窟ですね。なかなか雰囲気あっていいかもです皆さんも来てみてね。もう5時近くなってきたので日も落ちてきてます。では残りの洞窟に行ってまいります。第2の岩屋にやってきました。なんか水の音というか鈴の音というか綺麗な音が聞こえてきましたね。一人で走ったんですけど、なるちゃんが到着して今から一緒に遊びに行きます。ゆっくり行きました。一番奥にやってきました。ピンクい雰囲気のある場所、なんとそこにででん竜がいます。龍神様の目の前にやってきました。大迫力です。ここはめちゃめちゃ見どころがあるのでぜひ生で見てほしいなって思います。なるちゃんと確かにちょっと怖いかも。龍がさガチガチだよね。近くで見てみましょう。こちらが龍ですね。かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。これぜひ見てみてください。龍を後にしてガチャガチャ引きます。どうでした？めちゃめちゃ良かったですね。龍の力がビンビンに感じて、暗闇とライトアップとやっぱ音がねキラキラなるんですよ。そこが浄化されてめちゃめちゃ気持ちよかった。もちもちもちゃ岩屋通り抜けて海です。そして富士山ででん、存在感えぐ、綺麗。たっちゃんなる Vlog。めちゃ綺麗な場所に着きました。すっごめっちゃ綺麗。普通にいるよ今。綺麗。ここはすごいな。デザート屋さんしかなかったのでちょっとご飯を求めてまた別の場所に歩きに行きます。ゆるキャンティーカフェ、ワンちゃんとも食事できるカフェ最高やん。ラザニアが踊ってます。めちゃめちゃ美味しそう。しらすのペペロンチーノです。美味しそう。最高なんだけど。しらすのピザも来ました。ありがとう。マジでやばい。じゃあ。どうですか？めっちゃ美味しいね。しらす尽くして最高です。このしらすの数何個ある？ああ美味しそう。俺もそう思った。うわー、しらす、うわー美味しそう。マーさんやばい。はい、というわけで江島神社行ってきました。行ってきました。さあ、たなちゃん楽しかった。楽しかった。なんか急いで確かに中盤で間に合うかなって岩屋の方に走って行ったらね。あとイルミネーションめっちゃ良かった。めちゃめちゃ綺麗だったね。焼酎の中みたいな。違う動画で